オ TV。 いやー、300ゲーム超えちゃったね。ちょっと上手くない。ね、打ち始めて早々に反応してくれたとこまではいいんだけど、時間もあとせいぜいやって40分ぐらい。100ゲーム以内に7連した直後に400ゲーム超えるからね。ほんとこのハッピーのこの2の方は油断も隙もないっていうかね、ワンの方はまあどっちかというと安定感ある部類だなと思って打ったんですけど、このハッピーさんのこの2が本当あれんだよね。まあだがそれがいいっていう部分もあるのかもしれないけど、413、いや遠かったで化けなんだよな。まあいいや、この後ね、お、これ当たった。この1個下だけ NG ポイントなんだよね。ビッグドお願い、ビッグドお願い。いやー、そう来るか。まあまあ当たるだけいいけど、おっ、二角。そっちですかい。いやー、これビッグ三発だったらまたピーク超えたんだけどね。ただまあやっぱハマったら早いの来んね。お嬢さん、もういい加減いいだろう。いや、この台もそうだしね、隣の隣が13の18ね、まあ右は12の12だけど、ちょっとやっぱ出玉的に伸び悩むね、どれも。おかげさんでこれで合算がまた125分の1でレギュラー先行だからね。もうこうやって前とした感じにはなってくれてんだけど、残り時間考えるともうちょっと化けいってる場合じゃない。ただしまあローテーション系の ローテーション系の、ね、配分をこのところやってるということなんですけど、ぶっちゃけこの台が昨日5500ゲームで26の21なんだよね。むしろ据え置きの高設定じゃねえかっていうねことですんで、まあ今日に限って言うとおそらくこの列自体がねまるっといっちゃってると思われますんで、まあこの台が据え置きっていうよりはもう列で当たりということなんですけど、だからまあ侮れないですよね本当。ここ何日か回数ついてなかったあの最初のアイムジャグラー、あれがね実はね俺がやめた後ね今511ゲームハマってフォーツプレイなんですよね。2093ゲームで10の4になってる。だからまあ結果大移動大成功と、大成功というか大正解ということなんですけど、いやーまあわかんねえもんだよね本当。だからやっぱりね、行き着くところはね、やっぱ当日のデータってことですよ、うん、当日のデータと、あとはまあ
三つ星の場合は個人的にはその経験がありますんでね、じゃあそういう筋であるとか列であるとかっていう、あるいはここのとこやってるそのローテーションとか、まあみんなしてることなんですけど、そういったやっぱね流動的な要素も絡んできますんで、この辺はねやっぱ通ってるもん勝ちだよね。よしよしよし、92。滑り込んだ滑り込んだ。よし、もう100やめだな。もう一回ビッグ引っ張ってこれれば、おおむねピークでやめられる。ね、400何歩はまったとこから、結果また5連してっかね、これ。負けばっかだけど。出入りが激しい。おおほほほ。入魂の7狙い。よいしょ。はい、いやーこの6連がビッグ1の化け5じゃなくてビッグ5の化け1だったらもう3000万馬なんだけどね。まあまあ回してりゃこんなのまだまだ出んだけどね。まあほっといても誰か打つだろうから後の人に託そうと思います。はい、まあ終わり良ければ全て良しということでいいんじゃないかなと思いますね。投資50枚、最後余計に増した分2000枚ちょっと来ちゃったんですけども、まあ半日打って2000枚ぐらい受けばもう文句なんか言っちゃいけないですからね。本当にまあいい一日だったと。ぶっちゃけアイムジャグラーはあれたまたまでしたね。信じるものはなんて言われるですよ。たまたま出ることもありますんであれって。でただ2代目の、まあ、2代目のってまあもう終盤1時間ちょいぐらいしか、1時間半ぐらい回したのかなのハッピージャグラー、あれはまあさすが当たりっすよね。当たりっすよねっていうか、あの列が当たりで間違いないだろうという感じでございましたね。えまあ因果なもんでっていうハッピージャグラーでは、でもあそこでも多少は浮いたはずなんで500枚ぐらい浮いたんじゃないのかな。なんでいいタイミングでまあ移れたかなっていう感じですね。あれあのままアイムジャグラー向きになって最後まで打ち切っちゃってたら、まあここまで残ってなかったんじゃないかというような感じでしたんで、まあ、あの一瞬の判断がまあ吉と出たという感じでした。でやっぱジャグラーいいですね。今日も良かったです。だからまあそこ言っとけばとりあえずそのまあ安牌のですね立ち回りになると。で下半期ジャグラーだけの趣旨って考えたらきっちり形になってるはずなんで、まあ2016年最後その辺まあ一つなんていうのかな、立ち回りの軸っていうんですかが固まったのがまあ良かったんじゃないかなという感じです。ちなみにまあだからこれが放送されてからも年明けてるはずなんで、となんだあれかモンハンであったりとか、まあ、その他新機種がポツポツ、まあ、ビッグタイトルとまでは言わないですけども、そこそこ台数入りそうな機械がポツポツ出てきますんでね。でそのあたりが果たしてどう動いてんのかと。で今日がまあ12月8日なんでまだその辺の新機種も年末まで控えてるんですよね。だからまあ年明けてみて1月の8日ですよ、うん、どういったあたりの機種をちょっとですね新年一発目やっていこうかと。まあジャグラーやっとけば間違いないんですけど、まあね新年一発目ぐらいちょっと景気いいやつをですね打って波に乗っていきたいっていうのもありますんでね、その辺ちょっとどうするかまたその時考えようと思うんですけども、まあまあほんとね終わりよければ全てよしという感じでございましたんで、三つ星そしてが底辺今年も1年やってくれましてね、まあその時点でまあもういいんですけどね、最後の最後また今年の中でももう本当一番いいぐらいじゃないかな、展開的には。まあ内容はまあともかく展開としてはもう一番良かったぐらいの部類だと思いますんで、また2017年こういった感じのパチスローですね続けていけるように頑張ろうと思います。
またお会いしましょう。さよなら。